バジーム・イゴレビーチ・プルジャーノフは、ウクライナ出身のキーボーディスト。ソビエト連邦内ウクライナで、ロシア系の両親の間に生まれる。幼少期に、イギリスのロンドンに、一家で移住した。8歳でピアノを始め、その後音楽学校に通った。12歳に、ロックと出会い、ヤマハ PSS-51 を手に入れ、作曲を始める。ドラゴンホースでは作曲もしている。 キーボード以外では、アイバニーズギターを所持しており、有能なギタリストでもある。イングベイ、マルムスティーン、スティーブ・バイン、ジューダス・プリースとシンフォニー X、ドリームシアターの影響を受けている。彼は、非常に速いキーボード演奏で知られている。ショルダーキーボードを用い、舌や頭部などを使ったパフォーマンスを見せることもある。キーボード演奏において、ストリングスやコーラスなどの よくある音を好まず、独自のサウンドを作り上げるなど音作りにこだわっている。日本では、バディム、プルツハノフ、プルツアノフなどの表記も見られる。2019年6月10日、2018年5月に、ドラゴンホースを脱退したことを公表した。ありがとうございます。